アントイネッテ・フォン・ザクセン・アルテンブルクは、ドイツのザクセン・アルテンブルク家の公女で、アンハルト公、フリードリヒ一世の妻。全名は、アントイネッテ・シャルロッテ、マリー・ヨゼフィーネ・カロリーネ・フリーダ。ザクセン・アルテンブルク公子エドゥアルトと、その最初の妻で、ホーエンツォレルンジグマリンゲン・コーカールの娘である、アマーリエの間の第二子、次女として生まれた。1854年4月22日に、アルテンブルクにおいてフリードリヒと結婚した。この縁組は、ドイツの諸侯家紋同士の政略結婚で、アントイネッテにとっては、最も裕福な諸侯の一人に嫁ぐことができる、良縁であった。公爵夫妻の結婚式に際しては、記念メダルが発行された。1892年、嫁のマリーと共に、アンハルト公国の教会婦人奉仕団施設を開いた。公爵夫人の名前を冠したものには、ゼルケ川河畔のアントイネッテ歩道、デッサウのアントイネッテ通り及びアントイネッテ高等学校がある。夫との間に4男2女の6人の子女を設けた。http://www.ada-dessa.content/pu/39/61/インケテアバーシュルツーンベナント。ありがとうございます。